どうもありがとうございます。もぐらだ木造です。今日ももぐらだ木造のあれやこれやな光景ご覧いただきましてどうもありがとうございます。このチャンネルはですね、今58歳のおじさんがこれから還暦を迎えるにあたって、どのような生活を送っているかいろいろ模索しながらやっていく番組チャンネルで、いろいろお金のこととかなんかくだらないこととかそんなことやってます。何かこれから YouTube をやる人とかそれからこれからだんだん年取って老後を迎える若い人とかも、このおっちゃんが頑張ってるなっていうのを見ていただいて、でまあ応援したいなとかいう既得な方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でですね、今までこのもぐらだ木造のあれやこれやなチャンネル、なるべく1週間に1回更新してたんですけども、なかなかですね簡単に動画のアップができないというのが最近分かってきまして、っていうのはこのまま言ったんですけども、字幕を入れたりいろいろしてるとちょっとね、例えば5分のチャンネルでもおじさんまだ全然やっぱりスマホとか慣れてなくて、数時間かかっちゃうんですよ、編集するのに下手くそで。ですからなるべく今度からなるべく簡単にやっていきたいと思います。あんまり凝らずに。どうぞこれからも末永くお付き合いのほど、チャンネル登録していただいてよろしくお願いします。ということで今回は何をやるかって言いますと、2つちょっとやりたいと思います。1つはですね、ピザの空き箱ありますよね。ピザ、あの宅配ピザのあの空き箱を簡単に捨てる方法と、それからもう一つは水筒の中に茶渋がついてたりする、その茶渋を簡単に落とす方法、この2つをやりたいと思いますので、もしよろしければ最後までご覧ください。じゃあそのままちょっと垂れ流していきますね。取りっぱなしっていうやつか、流しっぱなしの方法でやります。どうぞ。昨日このピザ取ったんですけど、ピザのこの段ボールって硬いじゃないですか。これを柔らかくしてゴミに捨てる方法なんですよ。これをちょっとやってみますんで、ちょっと見てください。はい、これ流しにこれを持ってきました。そう引いて水が流れないように水に浸してます。ここにね、でちょっとこのままの状態で、まあ一晩ぐらい落ちるんだけど、ちょっと今洗濯物干してきますんで、その間ちょっと5分ぐらい置いときます。はい、ということでこれがちっちゃくできたので、ちょっとやってみますね。これが5分、ちっちゃくできる、ほらこんなちっちゃくできますね。見えるかな、こんなちっちゃく、こんなちっちゃくできます。ように これも5分丸めて、こんなちっちゃくできます。よいしょね。ということで水に濡らすとこのようにちっちゃくできて、よいしょよいしょ、ちっちゃくできますので、ちっちゃくできますので、ビニールに、
て捨てやすくなりましたという話です。以上です。それではこの中を見える、あ、見える見える、結構茶渋がついてますね。これをこの茶渋がきれいに取れるというのでやってみたいと。じゃあこれがまず、前の茶渋のついた、ポット、水筒を、はい、ちょっと取っておきます。はい、お湯が沸いたようですので、先ほどの卵の殻、殻をこの中に入れます。粉が砕いたやつを入れます。とりあえず入れました。そしたらちょっと待ってくださいね。沸いたお湯をこれに入れます。まああんまり入れなくて、そしたらこれ蓋しますね。そしたら1分、よいしょ、これを蓋したら1分、これ入ってますね、1分シェイクする人です。どうなんでしょう、ちょっとお湯入れすぎたかな。まあいいや、1分間って結構長いんですよね。あ、そうだ、タイマーも見せないと。タイマー、まあいいや、あと20秒ぐらい。はい、じゃあ1分、ちょっと、はい、じゃあ1分経ちました。はい、ストップ。ちょっと待ってくださいね、これちょっと捨てちゃいますか。はい、じゃあ今中身を捨ててきました。これ見えないよね、見える？ちょっと待ってくださいね、角度変えて見てみますか。卵の殻が中に残ってるな。どうでしょう、どうでしょう。あそこ綺麗になったみたい。ほら、さっきと比べてどう？まあこんな感じでちょいちょい卵の殻で熱湯でやれば綺麗になるのではないでしょうかという動画でした。はい、これまあ一応テレビでやったんで、またちょいちょい。やってみます。まあ、ピザの空き箱で水でビャ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 濡らすと、こういうふうにギューってやるとちっちゃくやって捨てること、簡単に捨てることができます。だからあのよく段ボールなんか捨てる時なんかも、もしあれだったらお風呂のね空き水にやらない段ボールずっとつけといて、ゆるゆるになったところを紐で縛れば、かなりいっぱいの段ボールを、ただちょっとねお風呂の、湯船じゃなくて外に出してギューって絞んないと、水をやってからじゃないとちっちゃく畳めないので、ちっちゃく畳んで縛れば結構厚い段ボールもコンパクトに捨てられるんじゃないかなっていう、
そういう応用の使い方もありますね。まあ段ボールは水で濡らせばちっちゃくなるっていうことですね。それから茶渋の方はなんていうの、卵の殻ですね、あれと熱湯が何か化学反応を起こしてうまく落ちるってことなんですけども、まあ、1回で落ちなければ、うん、卵の殻がいっぱい出た時に何回かに分けてやれば茶渋はきれいに最終的には落ちるっていうことを、2つのことテレビで前やったんですけども、それをちょっと実践してみました。いかがでしたでしょうかっていう感じで、この、よろず話っていうか、日常の日々の中でテレビで見たこととか何かためになることとかあったらまた流していきたいと思いますので、こんな感じでやっていきますということで、またこのおっちゃん面白いなとか少しでも思っていただいたら、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。どうもありがとうございます。もぐらだもぐぞうでした。ガッツポーズ。